もうすぐ医師たちの退勤時間になる。病院の廊下でレイの回診が終わるのを待っていた私は、明けそ病院の知り合いと偶然出会った。いや、ここで待ってれば偶然じゃないだろう。もうすぐレイの誕生日だ。私はこの機会にレイがいつも誕生日をどう過ごしているのか彼らに聞いてみることにした。個人情報ですけどね。一昨年は休館が入ったので、レイ先生は一晩中忙しくしていましたよ。一昨年の記憶。去年もそうでした。記憶が正しければ手術を執刀していたはずです。よく他人の誕生日、去年も一昨年もそんなに覚えてるな。自分の誕生日ですら去年と一昨年すっと出てこないでしょう。副統括のスケジュールを確認してみましたが、今年も手術室で過ごす可能性が高そうです。お忙しい人。やっぱりレイにとって患者を救うことが一番大事なんだ。そして今日もヒロインに浜崎あゆまナイと名付けてプレイをしていきます。それはもちろん理解できるが、少し胸が痛い。年に一度のことだから忘れられない誕生日を過ごしてほしいけど。難しい顔をする私を見て、エンさんも関さんも同意するような表情を浮かべる。同意ですから、予定が詰まっているのは仕方ないです。かたや関さんは暇そうですね。やっぱり無理そうだったらメインイベントはまた別の日にして、当日はお二人でご馳走でも食べるのはどうです？まあこれが現実的な感じはするね。いい案をご提案いただきました。何の話だ？仕事が終わったらご馳走を食べに行くのか？主役登場。考えにふけっていると、仕事が終わったレイがこちらへ歩いてきた。この近くに新しくオープンしたお店のことを話していただけ。あ、そういえば今夜は友達と食事に行く約束があったんでした。お先に失礼します。下手くそか。まあでも気遣ってくれてるんだね。あ、私もさっき看護師長に呼ばれてたんです。ではまた今度。わかりやすくありがとう。彼らは私に目配せをすると示し合わせたように去っていった。それでご馳走の話はどうなったんだ？これはうまくごまかしきれたんだろうか。まあ、感づきそうなものだけどね。私の祖母までやってきたレイの目には好奇心が見え隠れしている。ここに仕事が終わったばかりで腹を空かせた医者がいる。誰かと食事の約束もしていないし、同僚にも呼ばれていないが。さっきの悪く捉えてない？私は彼に近づき、右手を握って話そうとする。その時突然彼が痛そうな顔をした。どうしたの？具合でも悪い？レイは首を横に振り、安心させるように私に笑いかけると自分の右腕を押さえた。オフィスで話そう。何、ここでは話せない話？右腕。レイのオフィス、二人っきりになれました。心配しなくていい。ただ腱鞘炎のような症状があるだけだ。あ、これは仕事に支障ある。腱鞘炎？ひどいの？どんな治療が必要？そう焦るな。似た症状が出ているだけで腱鞘炎になったわけではない。しっかり休めばすぐ治る。でも右手だからね。これから数日は家で休養しなければならないな。あ、結構痛いんだ。焦りでいっぱいだった胸が、家で休養という言葉によってにわかに踊り出す。数日休養するって、レイと誕生日を過ごす時間ができたってこと？お、ポジティブに捉えちゃう。少し待っていてくれ。家に持ち帰る資料をまとめる。まだ重要な仕事があるの？いや、別に普通の資料だ。勉強熱心。私は手を伸ばし、資料を持とうとする彼の手を押さえた。緊急じゃないなら仕事を持って帰ることはないんじゃない？それじゃあ休養とは言えないでしょう。レイの手が動きを止め、持っていた紙を静かに離す。わかった。持って帰るのはやめよう。お、余計に素直だね。じゃあ一緒に帰りましょう。なんとレイは少しも抵抗することなく、私と共におとなしくオフィスを出た。
車に乗るとつい私のいたずら心が顔を出す。まあでもこの話、わざわざオフィスに戻ってしたくらいだから結構重症なんじゃないの？あっさり言うことを聞くなんて何か企んでいたりしてないよね。そう言いながら私は指で彼のコートのポケットに触れた。レイが口元に笑みを浮かべ、ゆっくりと両手を上げる。どうすればお前に信用してもらえるだろうな。身体検査でもするか。毎年誕生日の日も遅くまで働いてるくらいなんだから、仕事を家に持ち帰るなんて普通のことだよね。レイ先生は仕事に対する責任感が強いから、今回の休みももっといい仕事をするために取ったんでしょ。私は彼のコートの両ポケットに手を滑り込ませると、彼の腰を少し強めに掴んだ。これがハンター流の身体検査だ。このまま夜の身体検査もやっちゃう？普段の相手はワンダラーだから身体検査なんて一人にしかしないよ。今夜は私がワンダラー。両手をポケットから出し、彼の背中に回す。後ろにポケットがある服とは斬新だな。私なりの身体検査のやり方だよ。何かご意見ありますか、レイ先生。彼は瞳に笑みを浮かべながら、私がもっと手を回しやすいよう身をかがめてくれた。まあ身体検査はお医者さんの方がプロだからね。意見などない。プロのやり方だから安心して任せられる。なのに道を譲ってくれるというか。間近で見つめ合い、互いの視線にこもる温度が上がっていく。はい、検査終了。怪しいものは持ってないみたいだね。引こうとした私の手を突然レイが引っ張った。検査の必要があるのは私一人ではないだろう。触診始まります。彼が指先で私の口元に軽く触れる。誰かさんは私が数日休むと聞いた後、ずっと口元が緩んでいるようだが。よく見てるね。私、そんなにわかりやすい？計画がバレないように気をつけないと。まあ、乙女ゲームのヒロインあるあるだけどね。こういうことに関してなんかわかりやすいというか。まさか、これから数日はあなたの家に行ってちゃんと休んでるか監督するつもりだよ。毎日来るのか？それは迷惑か？歓迎してくれないの？レイの口調は自然と軽やかなものになった。大歓迎だ。大までつけて大歓迎。さあ、このままお持ち帰りです。翌日、もう朝になっちゃった。夜のワンダラー姿は割愛でしょうか。レースのカーテン越しに午後の日が差し、リビングに柔らかな雰囲気を作り出す。私はレイの隣に座り、ネットで見た腱鞘炎に効くマッサージを彼の腕にしていた。いかがわしいマッサージじゃないよね。力加減はどう？強すぎない？大丈夫だ。気持ちいい。日頃真空ハンターとしてトレーニング積んでるだろうからね、握力はありそうだけど。ならよかった。昨日の夜いっぱい練習した甲斐があったよ。あ、昨日の夜は、まあ、送ってもらっただけだったってことかな。あなたがクレーンゲームで撮ってくれたふわふわ命名をもみくちゃにしちゃった。ふわふわ命名、画像出しておきましょう。もみくちゃにかわいそう。私の手もそのふわふわ命名と同じ末路をたどるわけではないよな。もみくちゃにされちゃう。私の手に思わず力が入る。あ、どっちの意味？そうなったとしても腱鞘炎になるよりずっとマシでしょう。ポジティブに捉えろと。私はマッサージをしながら内心では別の心配をしていた。私が彼の家に来ているのはレイがしっかり休んでいるか監督するためだけではない。誕生日プレゼントのアイデアを得るためでもあるんだ。昨夜テレビでインタビューをしていたの。これまでもらったプレゼントの中で一番忘れられないものは何かって道行く人に聞いてて、答えは人それぞれだったんだけど、あなたならなんて答える？
レイは目を伏せて私を見ると、口を開けて何か言おうとした。お、誰か来ました。鳴らし方うるせえな。レイさんのお宅でしょうか。国際郵便のお届けです。その押し方しつこいからやめた方がいいと思うよ。クレーム来ますよ。ありがとうございます。国際郵便、海外から。レイは重そうな箱を抱えてリビングに戻ってきた。両親からだ。誕生日プレゼントだろ。ああ、もうちょうど誕生日プレゼントの話を掘り下げようとしていたのに。誕生日プレゼントという言葉が何の前触れもなく彼の口から出てくる。私は計画の一歩目からつまずいてしまったような気がした。タイミング的にもね。あなたは忙しくって自分の誕生日も忘れちゃうタイプかと思ってた。以前は両親からのプレゼントで思い出していた。しかし今は私がいる、そういうことなんじゃないの。彼が少し言葉を切り、その顔に笑みが浮かぶ。だが今年は両親よりもずっと早くから積極的に思い出させてくれる人がそばにいるから、忘れたくても忘れられない。やっぱりあの冒頭のシーンっていうのは感づかれていたんだね。やはり私のさりげないアピールはレイからするととても分かりやすかったようだ。まあ頭いいからね。そのインタビューの質問だが、まだ答えを知りたいか。あ、でも教えてもらいたいね。レイはウォークインクローゼットの奥から木の箱を引っ張り出してきた。中には世界各地の様々なプレゼントが入っている。まさか元カノからっていうわけではないでしょう。これ全部ご両親からの誕生日プレゼントなの？レイの両親はどちらも世界で活動する緊急医療団体に所属しており、とても危険な地域を飛び回っている。立派なご両親。新しい派遣先に行くたび、その土地ならではのものを買うのが習慣になっていてな。私の誕生日になるとまとめて送ってくれるんだ。送られてきたものを見て、初めて両親がどこに行ったのかが分かることもある。遠くから愛情を注ぐ。翼の生えたカラフルな象の耳についているカードをめくると、そこにはこう書かれていた。カラフルな象は悪夢に出てくるどんな化け物も追い払ってくれる。これは空想上の生き物で、現地の民芸品にもなっている。レイも小さい時は悪夢が怖かったんだね。かわいいな。この像のおかげで悪い夢は見なくなった。レイの小さい頃、まあ、この世界が2048年の世界だから、まあ、今が2024年、まあ、ちょうど現代に起こっている出来事なのかもしれないと思うとエモいところあるよね。レイの顔が一瞬曇る。しかし私がはっきり見て取る前に、穏やかな笑みがその曇りを覆い隠していた。ここはカッコつけさせてやって。悪夢は何度追い払おうと消えることはないが、化け物はもう怖くない。慣れってやつでしょうか。この天文時計のバッチ綺麗だね。その青いカバも可愛い。レイは箱を開けて中からゴツゴツとした黒い木彫りの像を取り出した。何かの植物を象徴としたトーテムのようだ。父のメモによると、この木彫りの像はある一族の長老が自ら彫ったもので、子供が健やかに成長できるよう守ってくれるそうだ。唯一無二だね。こんなに大きくなったのにまだ成長しろということか。あ、じゃあこれは最近もらったものかな。ご両親からしたらあなたは永遠に子供だからね。よく言うやつ。目もくらむようなプレゼントの数々を見て、求めている答えを見つけるのがますます難しくなってくる。私は単刀直入に聞くことにした。プレゼントの中で一番忘れられないものはどれ？どのプレゼントにも思い出はあるが、一番思い出深いのは物理的なものではないな。レイは箱の中のプレゼントを触りながら物思いにふけっている。幼い頃のある年の誕生日、両親から突然こう言われた。誕生日の日、
一番最初に出会った知らない人がくれた祝福は丸一年効果が続くと。しかも両親は本当に私を町に連れ出して知らない人と会話をしてな。それから知らない人から祝福は受けたの？効果はあった？質問が多いな。で、貯めるね。興味津々な私を見た彼は笑いながら私の頭を撫でた。あれはきっと私を他の人と触れ合わせるために両親が考え出した話だろう。小さい頃の私は一人でいるのが好きだったから。そういう教育だったと。正直祝福を受けたかどうかははっきり覚えていない。だがこの話だけはずっと覚えている。うん、それだけ新鮮な出来事だったってことね。その後何年も両親は仕事の都合で私の誕生日にそばにいられなかったからかもしれない。ああ、寂しさも当然あったわけだよね。レイは添えられていた写真に視線を落とすと少しぼんやりした。彼は家族のことを思っている。そう理解した私は沈黙を守った。今回レイに贈るプレゼントは決まった。お、何にするんだろう。レイの誕生日の日に最初に出会った知らない人に彼へ祝福を送ってもらうのだ。病院の昼休み、私は食堂の隅で関さんとエンさんと一緒に計画について話し合った。よりによってレイ先生にバレそうな場所で。まあ一応隅っこね。誕生日パーティー、僕たちも参加してよろしいですか？ずっとレイ先生の誕生日をお祝いしたいと思っていたんです。え、二人っきりがいいんですけどって言いたいところだけど、まあ関さん去年も一昨年もレイ先生のスケジュール誕生日把握してるくらいだからね。まあいいでしょう。で、僕たちって勝手にエンさんのことも含めているけど、その辺はエンさん的に OK なんかな？もちろんです。候補地をいくつか選んだのでアドバイスを聞かせてください。一応聞くだけね。受け入れるとは言ってないからね。私はスマホに保存してある景色のいいリゾート地の写真を二人に見せた。この別荘なら行ったことがある。いいところだったよ。なんだ、自慢話か？てか誰？突然頭上から穏やかな声が聞こえた。満面の笑みを浮かべた医師がトレイを手にテーブルのそばに立っている。私も混ぜてもらえないかい？まだレイ先生の誕生日を祝ったことがなくってね。いや、面識ないんですけど。人見知りだったら嫌がっちゃうよね、これ。小児科のシェール先生です。レイ先生と仲がいいんですよ。このご自慢男が？まあでもエンさんが言うならそうなんでしょう。シェール先生は自然に私の向かいに座ると食事をしながら私たちの輪に入った。いや、いいとも悪いとも言ってないんですけど。あの山は空気がいいし、特に秋の景色がとても綺麗なんだ。別荘の設備も整っているからパーティーにも最適さ。まあでもこうやって現地に詳しい人がいるっていうのは心強いか。早くもシェールのプレゼンに流されてる。もしここにするのであれば僕が車を出しますよ。おお、たまには役に立つじゃんたまにはとか言っちゃった。じゃあパーティーに必要なグッズは私に任せてください。うん、このエンさんライバルっていうよりいい女友達になりそうだよね。誕生日ケーキは私が注文しますね。そう、このケーキの制作というのができてね、後ほど紹介します。テンポよく分担が決まっていく。連絡が取りやすいように私はパーティー計画専用というチャットグループを作った。いや、大人の青春って感じがするね。楽しみ。翌日パーティーの舞台となる場所は予約できたものの、もう一つ悩みの種があった。どうすればレイが誕生日の日に最初に出会った知らない人から祝福をもらうことができるのかな。このジンクス叶えたいけどね。悩みながら別荘近くの森に入る。すると木漏れ日が降り注ぐ中、不意にレトロなキッチンカーが目の前に現れた。私の頭にある考えが浮かぶ。キッチンカーで料理を仕込むのではなく、キッチンカーそのものを仕込む？すいません、
そちらのキッチンカーを貸していただけないでしょうか。9月5日の朝だけでいいんです。おお、これはどう利用するんだろう。その晩、私はレイに誘われ、家の近くのレストランで一緒に食事をした。ようやくサプライズ計画のめどが立ち、心は弾んでいる。キッチンカー鍵になるだろうね。あとはシェールの口車に乗せられたのが、ちょっと気になるけれども。食事をする時間はあるかって聞くから、家で食べるのかと思ってたよ。最初は自分で作るつもりだったが、監督役にちゃんと休んでいないと指摘されるのではないかと思ってな。まあフライパン振るわけにもいかないしね。レイ先生は昔からよく一人でご飯を食べてるんじゃなかったっけ？どうして今は一人だとご飯が美味しくなくなったの？野暮な質問。わかっているだろう。あ、可愛いところあるよね。彼が私の好きな料理をこちらへ差し出し、少し心配そうな目をする。今日の任務は大変だったか。夜に私と食事をして疲れるのではないか。いや、こういうところ大人だよね。最近の臨空市はまあまあ平和だよ。だからレイ先生がしっかり休養できる場所を見つける時間があったの。準備しておいてね。9月4日に出発するから。レイはすぐに私の言葉の意味を汲み取り笑った。健康に過ごせよってことね。ああ、医者の指示に従う。いや、レイ先生こそ名医なんだけどね。恐縮しちゃう。さあ、このタイミングで今日はレイの誕生日です。関さんからも贈り物が届いています。誕生日パーティーで使うものは全部あなたの手配通りに用意しました。エンさんとシェール先生も言っていたように、レイ先生の誕生日をお祝いするのは初めてなので、みんなとても楽しみにしています。そう、恋と真空リリースから初めて迎えるレイ先生の誕生日。いっそのこと今気絶して、目が覚めたら誕生日パーティー当日になっていてほしいと思うくらいです。いや、準備協力しろ。あなたが心を込めて準備したサプライズを見たら、レイ先生はきっと喜んでくださるでしょう。そうだ、僕たちからあなたにちょっとした贈り物を用意したんです。これはありがたい。気持ちばかりですが、今回の誕生日計画に少しでも貢献できたら嬉しいです。ガチャチケット、これは嬉しい。受け取りました。で、このまま進めようとしてもまだケーキを作っていないので警告が出まして、こんな感じで作りました。あえて雪の結晶を外してシンプルに。うん、いい感じだね。これをキッチンカーでこっそり作ったということなのかな。それでは続きを見ていきましょう。レイの誕生日前日、私たちはリゾート地の別荘に向かって出発した。誕生日パーティーは深夜まで賑やかに続いた。だいぶ割愛するね。道中運転してくれた関さんの話だとか、空気読めないシェール先生だとか、エンさんのこと二人で取り合うだとか、で、まあ、その最中レイとイチャつくこのヒロインみたいな、そんな話もあったんじゃないの？もうすぐ0時になるタイミングで、私は自分で作った小さなケーキを手に、レイの部屋へ入る。レイはバルコニーで佇んでいたが、ドアの音を聞き、すぐに振り向いた。もうすぐ9月5日になるよ。一番大事なことをしなきゃ。ケーキ入刀ですかね？私がバルコニーのテーブルにケーキを置いて切ろうとすると、彼がその腕をつかむ。一緒に切っちゃおう。そんな静かにバースデーケーキを切る人がいるのか。ごめん、実況的にはだいぶ騒いでたわ。言うべきことはさっき全部パーティーで言ったから繰り返しになっちゃうけど。お、何を言ったの？私の言葉を遮るように彼の手に少し力がこもる。このケーキは私にとって違う意味がある。違う意味？彼は真剣な表情で私を見つめた。その熱い視線は私の答えを絶望しているようだ。それでケーキを食べる前に何か言いたいことはあるのか？0時の鐘の音が鳴り響き、9月5日になる。本来ならこのタイミングで誕生日おめでとうと、まあ、言うタイミングだとは思うけれども、知らない誰かからっていうプロセス踏まないといけないわけだよね。本当は言いたいことは夜が明けた後のサプライズまで取っておくつもりだった。
けれどこの時、彼の眼差しによって私の心は揺れ動いていた。彼の期待に応え、彼が絶望する答えを聞かせてあげたい。病院の人たちから聞いたよ。ここ何年もあなたは誕生日も仕事をしていたって。関さんに関しては去年も一昨年も鮮明に覚えていたもんね。テーブルの上のマッチを手に取り、ケーキのろうそくに火をつける。お、ちゃんとケーキ作ったやつが再現されてる。後ろ側から見たやつは、まあ、さっき見なかったからね。まあ一瞬見られたんだろうけれども、お医者さんにとってそんなの当たり前なのかもしれない。特にあなたは両親もお医者さんだから、ご両親の価値観っていうのが引き継がれるよね。家庭環境、あなたたちにとっては自分の誕生日より患者さんを助けることの方が重要なんだよね。医者の鏡。揺らめくろうそくの光の中で私はレイと見つめ合った。でも私にとってはあなたの誕生日は一年で一番特別な日で、何者にも変えられない日なの。お、ここで選択肢、ろうそくを吹き消してもらう、バースデーソングを歌う、こっちが歌ってもらうじゃないよな。まあ確かに主役は向こうだもん。いやー、まあこれはレイ先生の姿を見たいから上の選択肢かな。願いは口に出しちゃいけないって言われてるけど、こっそり私に教えてくれてもいいよ。教えたら叶えてくれるのか。まあシェンロンじゃないけどね。できる範囲ならね。ドラゴンボール全部集めたらね。お、吹き消してくれるか。私の願いは今まさに叶っているかな。ヒロインそのものってこと。ろうそくの火は消えたが、その光はまだレイの瞳の中で燃えているようだった。恋はまだまだ燃えてる。あ、結局歌うんかい、バースデーソング。じゃあ歌いましょうか。タップして彼にバースデーソングを歌う。まあ言うて浜崎あゆまないですからね。ハッピーバースデートゥーユー。まさかのハモリの方。いや平成の歌姫ですから。いやっぽい名前ね。あ、でタップしてるんだけど全然次に行かない、無反応なんだけど。あ、大丈夫だ。一応モーションがあったのかな。お前一人で歌った方がずっといい。まあ、浜崎歩まないですから。いや東京ドームとか満員にしちゃうよ。私の誕生日はお前にとって何者にも変えられない日だと言ったな。それなら毎年バースデーソングを歌ってくれるか。お誕生日おめでとうレイ先生。あ、え、言っちゃうの。全然違う他人から言うっていうサプライズはどうした。先生なのか。まだ途中だよ。テーブルの下で私は彼の左手を引いた。あ、怪我してない方の左手。お誕生日おめでとうレイ。あ、言い直しました。これからの誕生日は毎年そばにいるから。レイが微笑み、右手で私の頬に優しく触れる。約束してくれ、これからの誕生日は毎年私が触れられる場所にいると。じゃあもう仕事禁止、有給ですね誕生日は。しばらくして彼はテーブルに置かれたケーキに目をやった。このケーキはお前の手作りか。気づいちゃいました。うん、どうかな。気に入った、とても。あえて雪の結晶を外したりしてみました。その顔は大事な宝物でも見ているかのようだ。あ、これご両親からもらったものと、いやそれを上回る眼差しっていうことかな。パーティーを準備してくれた上にケーキも作って疲れているのではないか。むしろ私の方が家で時間があったのに何の役にも立てなかった。いやそんな日があってもいいじゃない。私は両手で彼の顔を包み、まっすぐ瞳を見つめた。
お医者さんだって常にそんなに強い責任感を持ってなきゃいけないわけじゃないよ。まあむしろこういう息抜きがあるからこそいい仕事ができるっていうのはあるよね。レイ先生も時々はレイとしてあなたに優しくするチャンスを他の人に与えないと。今がまさにその時か。あ、なるほど。全然知らない担任みたいな描写っていうところは、レイ先生とレイは別物、その先生の肩書きを外せば別の人ですよっていうことなのかな。私はうなずいた。彼が私に近づく。吐息が混じり合う中、レイは少し口を開け、目に笑みをたたえながら尋ねた。それなら食べさせてくれるか。こんなセクシーな甘え方ある？私はフォークでケーキを一かけさすとレイに食べさせた。まあ口移しでもよかったんですけどね。食べている彼を見て少し緊張してくる。味はどう？甘さは足りてるかな？美味しい。ただ甘さは少し足りていない。やっぱりキスの味が必要だったんじゃないの？え、足りなかった？レシピより多めに砂糖を入れたのに。まあ甘党ではあると思うんだけどね。不思議に思った私はケーキを一口食べてみた。この甘さでもまだ足りないの？糖尿病とか心配になっちゃう。レイがいたずらっぽく笑う。医者の不養生ってあるからね。甘いか甘くないかは比較対象によっても変わるものだ。甘さが足りないと感じるのはこれよりずっと甘いものを味わった後だからかもしれない。私は思わず口元が緩んだが真剣な様子を予想。だったらまずいね。レイは一瞬キョトンとした。何がだ？一度その甘さを知っちゃったらもうあなたを満足させられるほど甘いスイーツはなかなか見つからないよ。レイが微笑みながら私の手を引き、そのまま強く私を抱きしめる。そうだな。これからは甘いものが欲しくなったらお前に頼むことにしよう。もっと甘い時間が待ってるよ。彼はうつむくと鼻先で私の頬に触れた。お前と一緒にいる時だけ私は心から満ち足りる甘さを感じられる。いる時だけっていうね。で、この決め顔よ。糖度が高すぎておかしくなっちゃいそうだよね。で、報酬獲得しました。手作りケーキ、ちゃんと俺がさっきデザインしたやつになってるね。雪解けの甘さ、レイだけのために作った砂糖とクリームがたっぷり入った特製ケーキ。このレシピを知っている人は毎年彼のそばにいなければならない。視聴者の皆さんも巻き添えです。来年もお待ちしております。いや、来年と言わずね、ぜひいろいろな動画をね、見てもらいたいところだけれども、いや今日なんかこれから数時間後札幌行きの飛行機に乗るという強行鬼スケジュールでこれ収録してます。思いを込めて実況しているので、ぜひ多くの動画をご視聴&高評価ボタン押しまくってくれると嬉しいです。本日お届けしたのはレイ先生、いやレイと迎えた初めてのバースデーストーリー、年々の誓いでした。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。今回もご視聴ありがとうございました。またの動画もお待ちしております。ここまで喉が仕上がったら札幌のイベント司会絶好調かな。行ってきます。